Good morning, New York! NYJK! Real Talk Radio! はい、皆さんこんにちは、田中慎太郎です。皆さんこんにちは、大橋小雪です。はい、こちらは6月の21日月曜日に収録しております。はい、夏至が過ぎましたね。あ、もう過ぎたんですか、夏至は。はい、ニューヨーク20日が夏至だったみたいで。あ、そうなんですか。そうなんですよね。なんかあんま意識しないですよね。はい、通りで日が長いと思いましたけど。そう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 、なんか暑さがなかなか落ち着かないですけど、クーラー入れましたか。もう入れましたね、それは。あ、そうですか。私はまだ頑張ってます。もうちょっと無理ですね、僕は。もう無理になってます。ギリギリですね、本当に。最近は、はい、ずっとラジオ川越さんの中継ですかね、その結構外によく出ていらっしゃってましたけど、なんか最近どっか変わったとこ行ったりとかしてますか。本当にあの平日毎日中継なので、ネタいつ尽きんのか、はいはい、いつ尽きんのかみたいなのも繰り返しながらやってるんですけど、この前あの、ね、自由の女神が見たいみたいなリクエストがあって、はいはいはい、ただラジオ川越 の中継の時間っていうのがこっちの夜の8時15分とかなんですよ、うん、ということはリバティ島に行くフェリーがないわけですね。そう、じゃあどうしようかっていうことで、フェリー、無料のフェリーあるじゃないですか。出てこない。スタテンですか。あ、そうですそうですそうです、はいはいはい、スタテンアイランドに行くフェリーに乗って自由の女神の近くを通って中継をしようと思ったんですよ、うんうん、ところがその日が風がめちゃくちゃすごい日でですね、うんうん、実際に中継をしてる時も私の声と風の音と交互になりながら、ほとんどなんか聞こえるか聞こえないか状態の放送事故すれすれみたいな状態でですね。でもその後リスナーさんたちツイッターでちょっとした怪奇現象でしたねみたいな盛り上がってくださったので、あ、まあ結果良かったのかなっていうのと、なるほど。あとは私の趣味みたいなところでね、そのホームデポに行ってみたり、じゃあホームデポに行くまでこんな感じですっていうのを中継してみたりっていうのをしながら、その日常のことと、まあ、観光地のいわゆるメインどころとかを繰り返しながらいろいろ中継やってる感じですよね。なるほど、はい、そのご趣味ホームデポっていうのは、はい、どんな感じなんですか。ホームデポに行くのはご趣味なんですか。じゃないんですよ。もともと私無趣味だったので、なんか趣味見つけたいなってずいぶん前から思ってたんですけど、はい、ふとなんか思い立って家庭菜園やりたいなって思ったんですよ。で、ホームデポガーデンだったかな、なんかガーデンセンターとかいうのがあるんですけど、慎太郎さん知ってます。ホームデポは知ってますけど、ホームデポガーデン、そうで、その専門のあれですか、センターみたいなのあるんですか。そうなんですよ。いわゆる皆さんが知ってるホームデポプラス、うん、端っこの方にガーデン専門のコーナーがあるんですね。でホームデポーガーデンセンターっていうのがありまして、そこにねもうしょっちゅうしょっちゅう通って、私も初心者超初心者なので、はいはいはい、何が必要なのかとか誰かの YouTube を見てリサーチをして、またホームデポに通うっていうのをちょっと繰り返してる感じですね。あ、足りないものを買い足し買い足しってことですか。そう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 。で今日も実は言ってて、プランターってこう水はけできないといわゆるダメじゃないですか。うん、それを知らないレベルなんですよ。で水はけができない、うん、あれなんでなんだろう、穴が開いてないプランターを買ってしまって、それをリターンしに行って別なのを買ってきたっていう、まあ、そういうのの繰り返しですね。なんか開いてないプランターって逆にあるんですか。なんか用途あるのかな。そうなんですよ。逆にちょっとリスナーさんとかで知ってる方いたら聞きたいぐらいなんですけど、なんで開いてないんですかね。どうなんですかね、わかんないですね、それね。ねえ、カバー用なのか何なのかわかんないんですけどね。そんなのを繰り返し、はい、今見るとあるんですね、うん、ニューヨーク市内にもそのホームデポガーデンセンターっていうのが結構ありますね。あ、そうなんですか。いくつか、はい、
私はクイーンズなのでロングアイランドシティにあるかなり大規模な広い敷地のところにあるガーデンセンターに行きましたけど、あっちこっちにあるんですね。ホームデポ全部にあるのかな、ちょっとわかんないですけど、うん、うん、面白いですよ。へー、なかなかあれですね、うん、大変ですね。結構じゃあ大掛かりにやってらっしゃるってことですか、ね、違う、多分大掛かりじゃないんですけど、うん、私が初心者すぎて無知すぎちゃって大掛かりに私がしちゃってるっていう、そういう状態だと思うんですよ。あの通ってらっしゃるって言ってたんで、そう、なんかもう家、もう家のなんていうんですかね、敷地の半分はもうガーデンになっちゃってるのかと思ったんですけど、はい、そんなことではない。もう全然そんな大掛かりじゃなくて、ベランダの一角を使ってちょちょっとやるぐらいのつもりだったのが、はいはい、意外と最初にねやることって何でも知識がないから大変じゃないですか。そうなんですよ。なのでそれをちょっと繰り返しつつですね、やっと今日鈴木ファームさんから苗を購入したんですね、うん、その苗が届いたので、うん、ちょっとなんかワクワク感満載ですね。あ、野菜とかを育ってるんですね。あ、そうなんですよ。どんな野菜ですか。はい、夏野菜でもがっつりいこうと思って、はいはいはい、例えばきゅうり、オクラ、トマト、そんなところかな、あとシソか、あとニラ。へえ、はい、結構大掛かりじゃないですか。大掛かりですか。なんかそう、鈴木ファームさんのサイト、ニューヨーク農場フレッシュさんかのサイトを見てたら、うん、苗いろいろ載ってたので、うん、あっちもこっちも欲しくなっちゃったんですよ。なるほど。そう。へえ、いやいやいや、なんでまたでもそういう無趣味ではあれですけど、はい、なんでまたその家庭菜園をやろうと思われたんですか。いや、それもなんか本当に分かんなくって、おそらくなんですけど、この前ねラジオカバゴへの、朝の時間の番組の今日のメッセージテーマっていうのを毎日あそこ設けてるんですけど、今日のメッセージテーマで家庭菜園についてっていうメッセージが確かあったんですよ。うん、でそんなメッセージテーマだったので、私もちょこっとパーソナリティさんとそんな話をしてたら、やりたくなって YouTube 見るじゃないですか。家庭菜園プランターとかって検索したら、毎日毎日アップデート、あれもこれも出てきちゃって、それを見てるうちにやりたくなっちゃったっていう、そういうことでしょうね。へー、なるほどね。ねえ、慎太郎さんはそういうのやったことないんですか。家庭菜園は、はい、僕母親が生け花の師範だったんですよね。で、家は結構植物にあふれ、はい、それこそ家庭菜園というか、割とやっぱ果物も野菜もなんか育ててましたけど、へー、なんかイチゴとかね。はいはい、いいですね。なんかただですね、僕自身は結構枯らしちゃう人間なんですよね、うん、はい、今までもそうですけど、結構植物は好きなんで、はい、買ってきてもやっぱ枯らすことがほとんどですね。だから結構相性が良くないのかで、ちょっと前もですね、はい、ちょっと前しても数年前ですけど、友人がちっちゃいなんか盆栽みたいなのくれたんですよ、プレゼントで。はい、はいはい。で多分ですね、水をあげすぎてしまって、うん、結構早々に枯らしてしまって、でも友達にねもらって、ちょっとそんなねすぐ早々に枯らしたとも、まあ今言っちゃってますけど、実は今まで誰にも言ってませんでしたけどまあ、はい、枯らしてしまったわけなんですけど、でちょっと検索して近くにガーデニングというか、園芸店っていうんですかね、うん、そういうのを探していくつかうちの近くも出てきたんですけど、そのうちの一つにちょっと行ってみて、なんかできないかなと、はい、栄養なのか土を変えるのか分かんないですけど、うん、でそれで行ってみたら、そこがですね、うちの近くでなんていうとこだったっけな、ちょっと名前覚えてないんですけど、結構長くやってらっしゃる、なんか30年とか40年とか長くやってらっしゃるお店で、
はい、でそこの店主の方だと思うんですけど、女性の方がいらして、うん、まあ、相談したらなんかちょっと怒られ気味に、うん、水をどのぐらいの頻度でやってたんだとか結構ズバリなことを言われて、このぐらい頻度です、なぜそのぐらいの頻度で上げてたんだみたいな、いやそれはネットに書いてあったからみたいな、ネットに書いてあることで今まで正しかったことがあるかぐらいに言われて、ちょっと怖い、はい、それもなんかそのあ、なんていうんですかね、植物だけじゃなくて病気にしろ何にしろ、うん、ネットには嘘ばっかり書いてあるんだって言って、うん、で自分の目を信じろみたいな、ちょっとこうなんていうんですかね、禅問答みたいな感じになって、すごいですねで実際にやっぱ見てくれて、でもちょっとなんかこれはまあ難しいかもしれないと、はい、ただそこで、まあ、栄養的なものとかちょっとこうお医者さんじゃないなんかプラントドクターみたいな感じですよね、なんか見てあげるって言われて、その店内のなんか温室みたいなところに入れて、かつその栄養とか多分あげてくれて、うん、でじゃあちょっと1週間後に来いと、うん、で戻ったら、まあ、結局もうダメになっちゃってたっていうので、まあ、それはまあ泣く泣くね、うん、僕 の, そのくれた友達ももし聞いていたらそれを初めて知ることになったと思うんですけどまあまあダメになっちゃったんですけどね、はい、でそっからちょっとまあでもやっぱりなんかちょっと植物が家にあるとまあ、心安らぐというか、まあ、枯らしちゃうくせにそういうこう、うん、気持ちが僕は結構あって矛盾してるんですけど、うん、分かります。でもそれ僕が手を出すとちょっとやっぱ危ないの で, で、うん、うちの奥さんが割とちゃんとそういうのを調べながらできる人なんで、今は奥さんがそれこそ僕がまたどっかで買ってこれいいんじゃないって買ったけどダメにしたやつを再生させて、今一個植木が育ってるっていうような状態なので、まあ結果的に言うと僕の趣味ではなくなってますけど、はい、っていうのはありますね。そう結構ね、本当ね、今までの人生でもう枯らした記憶しかないですね。それは水をあげな、盆栽の例はあれかもしれないですけど、うん、基本的には水をあげなくて枯らしちゃったっていうパターンですか？いや、ね、多分ね、水をあげすぎちゃうパターンだと思います、僕の場合は。へえ。なんかもう気になってケアしたくなっちゃってあ、水足りてんのかなって、絶対足りてるんですけどなんかちょっとあげちゃったりとか、はい、なんか気になりすぎてっていうパターンじゃないですか。一応ネットに書いてあったやり方をやったと思うんですよね。この木はこういう木でだいたいどのぐらいで水がいるんでって。でも多分その1回ごとでも上げすぎちゃってたと思います。そんなに大きな あれじゃなかったんですよ。本当になんかちょっとこう、はい、なんていうんですかね、ちょっとおしゃれな若い方が開発したなんか可愛らしいこう丸いはいはい、ポットに入ってて、ちょっと人気があったそのなんかミニ盆栽屋さんみたいなののなんかおしゃれな感じっていうやつだったんですけどね、それはね。それこそカフェとかにも置いてありそうな、そんな雰囲気の。そんな感じですね。で育てば、まあ、もうちょっとこうわさわさしてくるんでしょうけどね。うん、本当にびっくりするぐらい結構早急に枯らしましたね。悲しくなりますよね、やっぱりね、枯れていく様を見るとね。そうですよね、まあ、私もそ、うん、そうですね、うん、相性が良くないんでしょうね、うん、ね、でもなんかすごいうまく育ててる方とかってすごいじゃないですか。うん、そうですよね、ね、まあ、いろいろそれこそね、その YouTube とか見てとかもあるんでしょうけどね。うん、うん、僕の場合逆にだからその怒られましたからね、そのプラントドクターにね。いやでもそういう方がいるっていうのはびっくりしました。あれですか、お金とか払うんですか？要は入院みたいな感じじゃないですか？確かに払ってなかったと思います。
土とかは買ったと思うんですけど。ああなるほど。あの本当でもあのちっちゃいポットだったんで、あのでまあ土もダメになっちゃってたんですよね多分。あの買ってきてそのまま水をあげちゃってるから、はい、なんか土をまず変えて植え替えてとか、まあ、でもそれこそいくらぐらいかな、2ドルしないぐらいのなんかパッケージの土がそこの園芸屋さんで売ってる土 で、うん、でそれぐらいですね買ったので、そのなんていうんですかね、プラントホスピタル的なところに入れていただいて入院させたわけですよね。そのね、そんな感じですよね、うん、本当に。で1週間後行って残念ですがっていう、本当になんかちょっとこう人間の一生じゃないですけど、うん、うん、そんな感じでしたね。いやそうですよね、だからなんかそういう時に植物も生きてんだなって感じたりとか思いますね。いやーだから僕はもうちょっと買わない方がいいよねって思って、うん、でも買っちゃうんですよね。でもあの仮に慎太郎さんがちょっとあの枯らしかけたとしても、その奥さんがやってくれるわけじゃないですか、うん、ケアを、うん、まあよくあれですよね、なんかダメな子供のパターンですよねそれね。あの犬かわいいって飼ってきて結局面倒見ないでお母さんが見るっていうあるあるですよね。そういうパターンですよね。パターンですね。今思いましたけど、うん、でもそんな感じです。あの奥さんは別にいやいやそれをやってるわけじゃないんですよね、まあ、好きみたいな部分もあるんでしょうから。まあそう願いたいですけどね聞いてみますけど聞いてみてください。これ俺買ったよねっていうのしかないので今なるほど。いやいやいや、そうか。でもまあそうですね、はい、植物な、まあ、観葉植物って言ったらいいのかな、なんかそういうものなんで、まあ、あの家庭菜園っていうそのね、はいはい、小雪さんが育ててらっしゃるようなキュウリとかそういったものではないから、うん、なんかゴールはどこにあるのかちょっと分かんないですけど、うん、ああ確かにちょっとだから目的が違うんでしょうね。その普通の植物系っていうのはもう 見て楽しむとか、うん、そういう部分だけどですよね。私はやっぱゴールありき、食べるのがゴールだったりするので、うん、そこはでもまあそれぞれの目的があって面白いと思うし、うん、コロナ以降やっぱり多くなりましたね、そのやってる方がね。でしょうね。ちょっと友達でもちらほら聞きますね。まあ元々やってらっしゃる方とかはいらっしゃいますけど、うん、でも確かになんか規模がでかくなってたりとか、そういうの始めたっていうのはちらほらそういえば聞きますね。ですよね、うん、うちの近所とかなんかすごいですよ、かなり豪華にあの花ガーデニングやってみたりとか、あとは家庭菜園やってる方もかなり増えてますね近所については。まあでもちょっとやりたくはなりますよね。いやそうですね、ちょっと私も様子見ながらになりますけど、これうまくいったら多分どんどん増えていくでしょうねっていう感じがします。なかなかじゃあ、はい、あの自給自足鈴木ファームに取って代わる大橋ファームを作るわけですね、はい、で苗をお裾分けするみたいな。ああでもあ、はい、そっか、これ皆さんね聞いてらっしゃる方はご存知ない方も多いと思いますけど、はい、鈴木ファームさんって日本の野菜をね結構育ててらっしゃるあのそう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 ファームのなんですけどね、うんうん、そうデラウェアでしたっけ、うん、あるのはデラウェアでしたっけ。そうですそうです、私もラジオで何回かインタビューさせてもらってますけど、はい、すごいなんか熱意のある、あの鈴木さんですね、うん、そうこっちにいるとね、まああのですね、ファーマーズマーケットとかで見かける、何系なのかな、アジア系のそのファームがニュージャージーの方にあるファームは結構日本の野菜とかを育てて出してらっしゃるところもあるんですけどね、だからミョウガとか、はいはい、あと夏はゴーヤも出してたりとか、へ、うん、結構あるんですよ。ただあんまりないのでなかなかね自分で育てるっていうのもね ありですよね。そうそう、うん、そうそうそう、なんか食べたい時に出来たてをちょっと食べる感覚を味わってみたいなって思ったんですよ。そうだってキュウリとかもねちょっと違いますもんね、あのこっちで買うキュウリって日本のキュウリとはまた違うので、そういう自分で育てるといいですよね。
そうですね、うん、ちょっと出来栄えが楽しみですけど、また報告しますよ、うん、どんな感じになったかっていうの、はいはいはい、そうですね、結構でもすぐできるんじゃないですか、はい、もうできますかね、1週間ぐらいできちゃうんじゃないですか、分かんないです。本当ですか。私もね、全然そこ調べてない状態なので、これからちょっと調べながらですね、なるほどね、やっていきます。楽しいですね、はい、それはね、夏は特にね、はい、そうですね、はい、いい感じになることを願ってます。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、そういう感じですかね、はい、はい、それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。はい、良い一日をお過ごしください。田中メディアラボ。